本日はですね、買ってよかったもの3月編をご紹介していきたいなというふうに思います。ちょっと寝起きのね一発目の声なのでちょっと声が出てませんがお許しくださいということでね、今月まず何を買ってったんかっていうのをちょっとおさらいしていきたいんですけども、まあ、今月買ったんでね、あそういやロンティまず買ったよねっていう感じでね、あロンティ買いましたねと、スクープジャケットもそういや買ったよねなんて言ってね、でまあスニーカーもね、あそういや買ってましたよねということがあって、これだいぶ昔に感じますけど、まあそんなんがあったりだとか、あとはねパーカー、これパーカーって何やろうな、パーカー買いましたよねってここに書いてあるし、この次にはあのキャプテンサンシャインのねあのロンティーですよね、これは最近紹介したばっかりですけどそんなもあったりだとか、あとそれ以外にやったらね、バギーですね、バギーズショーツ10色買いましたよってそんなもあったりだとか、あとそれ以外にやったらティラックっていう黒のねジャケットの話があったりだとか、それ以外にやったらナノパフって言ってね、あのパタゴニアのあの名作ジャケットを紹介したりだとか、あとまあモンベルのねストームクルーザーご紹介したりとか、まあ大体10点ぐらいかな紹介したということで、まあ3月もそれ相応に買っているので、まあ、それが良かったもの、あまあ微妙やったものもやっぱあるんですよね。でまあ今回に関しては別にまあ微妙なもの喋るつもりないので良かったもの言いたいんですけども、トップ5でね本来やったら紹介したいなと思ってたところなんですけども、ちょっとね5、4は見つけなかったんですね。5位4位はちょっとどうランキング組んでもちょっと微妙やなみたいな、その言うことのことでもないなと思ったから、今回トップ3で紹介していこうかなというふうに思いますので、本日の流れとしてはですね、まずに、まず最初にトップ3、トップ2で紹介した後に次番外編を紹介して、実は番外編にめちゃくちゃ金使ってるんですよね今回、今月か。でだからその、まあ、番外編であこれ良かったなっていうところをお話しさせてもらって、でその次にトップ1、やっぱりこれはもうズバ抜けて良かったですという話しておしまいという順番でいきたいなと思います。ではもう早速いきたいなと思うんですけど、今月買って良かったものトップ3位というのはこちらのねパタゴニアのナノパフになってます。まあ、これはねほんまにあのソフトシェルジャケットって僕めちゃくちゃ好きでめっちゃいいなと思ってるんですけど、やっぱこのパタゴニアのやつもね、あ良かったなと思うんですけど、何が良かったかというと、もうこれ一言言うのは軽いんですよ。めちゃくちゃ軽いっていうことで、ほんまに持ってるか持ってへんか分からんぐらいの軽さなんですよね。でほんでもって値段も多分そんな高くなかったんですよ。1万5000円かな、なんかその辺ぐらいの値段で売ってたりとかするから、あ結構良い割にお手頃な感じやし、めっちゃ軽いっていうのが、あこれ良かったなと。今日はねあの軽い軽いってなんぼ言っても下ネタには走らないように意識しようと思ってますね。朝一の一発目やからね、そんな声も出てへんし、下ネタまで頭回ってへんから、まあええかないうことでね、まあ、こういう、まあ、あのパタゴニアのナノパフは良かったかなというところで第3位になっております。では次第2位に行きたいなと思うんですけど、第2位というのがこちらのねバギーズショーツになっております。まあ、バギーズロングもねあの購入はしたんですけど、まだレビュー動画作ってないということで、僕もちゃんと色味とか見てないんですけど、今回これバギーズショーツが良かったなというふうに思ってて、まあ、これに関してはもう毎年いいですいいですって言ってるから、まあまあいつも通りでしょうということで、まあ、1位にしようかなと思ったけど、まあまあ1位は普通やなと思っちゃったんで、まあ2位にさせてもらいました。ちなみに今回10色購入してるんですけど、僕が一番好きなカラーというか好きな色何っていうのは伝えてなくて、このレビュー動画では、まあ、あくまでもその第三者目線というか客観的な目線でお話しさせてもらったということになってるんですけど、まあ、僕個人的にはやっぱ好きな色味ってあるんですよね。まあ、どういうのが好きなのっていうと、例えばこういったねグレーみたいな感じの色味って個人的に好きなんですよね。で意外って思われるかもしれないんですけど、まあ、こういうのが好きやったりとか、あとはこういう黄色系ですよね、マンゴーとかも好きやし、あ白飛びしてるな前か。ほんで意外と当たりやって一番良かったもこれですね、柄。なんでかわからへんけどこの色がいいんでしょうね。オレンジ入ってて、ブルー入ってて、ネイビー入ってるって、これめっちゃ合わせやすいやんと思って、これはね、結構気に入ってますよ。意外とね。ただ今の状態ではちょっと測れへんから、もうちょっと筋トレして筋肉つけて、ガリガリの足でね、こんなん履いててもあかんから、ちゃんと筋肉つけて、まあ多少日焼けもしてたら似合うでしょうということでね。意外とついでに買ったんですけども、この色が一番気に入ってるかもしれませんということで、まあこれが第2位ということになっておりますので、まあバギーズショーツ考えてはる方はね、意外とこの柄いいんじゃないかななんて思っておりますということで、次に行きたいなと思うんですけども、次はね番外編に行きたいなと思うんですが、実は番外編がねめちゃくちゃ3月購入してて、なんで買ってんのというとですね、僕新オフィスができてるんですね。で新オフィスが今まだ立ち上がってないんですけど、一応契約はしてて、そこに荷物がバン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 届いてる状態になってるんですけど、これはね自宅でお送りしてますけども、その新オフィス用に購入したっていうのが結構あったりするので、まあそれはね以前から楽天ルームで僕らの購入品ってもう紹介してるので、同じ鏡とか椅子とかバルミューダのランタンとかも買ったりしたけども、まあそんなんは一応出してるんですけどね、まあ、そんな中で買ってよかったなというところのお話をしていきたいなと思うので、次は番外編、まず一つ目っていうのがハンドソープのイソップ
になるんですね。でこれに関してはですね、結構ハンドソープの割に4000か5000円って高いなと思うじゃないですか。で高いなと思うと思うんですけども、これを見ていただいている方って大体男性なんですよね。男性の方なんですけど、まあ、例えば一人暮らししてて、でちょっと誰か遊びに来るじゃないですか。で男子やのにハンドソープいい匂いするって、これ抜群に好感度上がるんですよね。まあ、ほんまに男子ってありとあらゆる手を使ってですね、かっこいいって見せたいじゃないですか。例えば車バックするときにこう助手席のとこギュッて掴んでこうやってみたりだとか、あとまあ2人で歩いてたりしたら車道の方俺歩いてあげるでとかするけど、そんなことよりもハンドソープがいい匂いするっていうの方が絶対好感度上がるんですよね。だからちょっと値段は高いんですけども、1個買っといたらそんな 2,3 日でなくなるようなもんじゃないじゃないですか。結構しばらくずっと使えたりするし、それこそ一人暮らしの人だったら数ヶ月全然使えると思うので、まあ、僕は今使ってるんですけど、いい匂いやなと思って使ってるし、僕のその新オフィスが結構怖いところっていうんですか、ちょっとまあ薄暗い感じのね新オフィスのところにいてるんですけど、嫁は行くの嫌や行くの嫌やって言ってる割にはやっぱりハンドソープがねいい匂いやとね、あじゃあちょっと行ってみようかなとかっていう風になったりするので、こう女性を誘うためにもね、イソップは良かったりするんじゃないかなということで、これはぜひ男性のね、ちょっとうさんくさい見た目、僕みたいなうさんくさい見た目の方にもぜひおすすめさせていただきたいなということで、こちら番外編一つということになってます。では番外編二つ目っていうのが車のタイヤなんですね。で確かこれレグノっていうタイヤになってるんですけど、僕今までファッションばっかりやったから車の話なんか一回もしたことないし、車の話を一回もするつもりなかったんですよ。やけどこれに関してはめちゃくちゃ効果が高いんですよね。何の効果が高いかというと、僕今まで知らんかったんですけど、タイヤってなんかこうサスペンションとかなんかそのわけわからんものによって乗り心地変わるんかなとかって思ったけど、タイヤ変えるだけで劇的に変わるんですよ。こんなに変わるのと。僕はプリウス乗ってね、この間金沢まで行ったんですけど、石川県金沢市まで4時間ぐらいかけてずっと運転するじゃないですか。それをねタイヤ変えてから行ったんですけど、タイヤ変えてから行ったらね、こんなにプリウスって乗り心地良かった、高級車に乗り換わったんかなと思うぐらいタイヤ変えるだけで全然ちゃうんですよ。で確かね普通のタイヤの、まあ、1.5 倍ぐらいの値段するというか、まあ、倍ぐらいかなする感じにはなるんですけど、圧倒的に乗り心地変わるんですよ。もうこれはねお金かけてもいいやろと思えるので、ぜひねこれを見ていただいてる方で車でちょっと遠出すんねんとか、僕は特に普段の一般道はあんま分からなかったんですけど、高速道路の乗り心地の違いがもうやばかったんで、ぜひ試してもらったらいいんかなというところでね、番外編2つ目ということになってます。そして3つ目がですね、とうとう椅子を買っちゃったんですよね。椅子って何って言うとですね、まあいろんなオフィスチェアっていっぱいあるじゃないですか。それこそ僕今まで使ってた5000円ぐらいのやつ使ってて、全然座り心地も何の申し分もないし、全然これでいいやんと思ってたんですけど、やっぱり長時間座ってるとやっぱ姿勢ってね癖あるじゃないですか。僕ちょっとやっぱ猫背になるんですけど、こう猫背のね姿勢がねどうしてもキープされて腰痛なってくるんですよ。ほんでね新しく買ったやつやったらこうね腰のサポートとか入ってるから、もうなんか必然的に勝手にねこう背筋が伸びるようにされてるんですよね、強制的に。だから長時間こうやって座ってても全然しんどないし、なんやったらこう足のねフットレスみたいなのがついてるからオットマンのやつついてるんですね。それパコーンって出してね、ほんでリクライニングバセンってやったらね、もうほんまになんかこのそのままねこうあっちの世界にね導かれるような感じなんですよね。わーなんかもう作業せんとこかなーって思えるぐらいねリラックスできるということになってるので、これはまあ買ってよかったなと思うんですけど、まあテレワークとか在宅で仕事されてる方やったらめちゃくちゃわかるっていう風になると思うんですけど、あんまり在宅でね仕事されてへん方からしたら別に椅子なんかいらんでってことやと思うので、まあ、この辺はもうさらっと終わりたいなというふうに思いますので、こちら番外編の3つということで、まあ、今回は、番外編は3つで終わりたいなというふうに思いますので、次は第1位に戻りたいなと思います。では第1位というのがこちらのねティラックのジャケットになります。これはねもうほんまつい最近出しばかりでめちゃくちゃいいですよって言ってね熱弁してるのにもかかわらず、ジャケットの名前僕間違えてずっと喋ってるんですね。ティンドジャケットとかなんかとかって言うてるんですけど、ほんまの名前はティンドじゃなくて何やったっけな、アイラジャケットっていうのがほんまに正式名称らしいんですよ。だから全然違う名前を適当に喋ってたんですけど、まあジャケットのスペックとかには変わりはないのであれなんですけどね、アイラジャケットっていうジャケットを紹介して、これやっぱいいんですよね。それこそ僕もレビューしてからほぼ毎日最近とかであったかいじゃないですか。だからもう T シャツの上にこれ着るっていうのがもう定番化しててですね、これはソフトシェルの中では僕一番気に入ってるので、今現段階では私服でも合わせやすいし、こういったねちょっとスポーティーな格好してる時とかでも全然合わせたりとかできるということで、もう何にも考えにいいんですよね。私服の時もパンって着れる、で普通にちょっとその辺歩く時とか散歩する時でもパンって着れるって考えたら、これめっちゃいいやんと思って、今まで持ってたアークテリクスのスコーミッシュもめちゃくちゃいいけども、それをさらに街中でも着れるようにしたのがもうこれなんですよね。でそんだけおすすめや言うてるくせに名前間違えてずっとくっちゃべ
ってるというのはお許しいただきたいなと思うんですけども、まあ、そんなことでね、このアイラージャケットが、まあ、僕個人的には一番良かったなと思います。まあ一回こうやって着てみたんですけど、ほんまこんな感じで今からこれもね、撮影終わってからその新オフィスの方に行くんですけど、まさに今からこの格好で行くんですよね。パソコンだけこうやってピューって持ってそのまま歩いていくっていう感じなんで、これはほんま使い勝手めちゃくちゃいいので、正式名称アイラジャケットですよ。ティンドジャケットではないですよ。アイラジャケットというのがこちら良かったかなというふうに思います。ということでね、以上が、買って良かったもの3月編ということになっておりますので、またね、来月、買って良かったもの4月編でお会いしましょう。ということで本日はですね、買って良かったもの3月編という動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。